どうも、ペタです。三国無双をやっていきたいと思います。はい、本日は、黄巾の乱鎮圧戦2が終わりました。なんとかね、期間内に終わることができましたので、今回は、報酬受け取っていきたいと思います。まあ、まずは、全体報酬からもらっていきましょうか。全体報酬。で、まあ、玉石とかですね。はい。で、星さんの武将巻物。で、次が肉まん大。肉まんが結構今回もらえるのはありがたいですね。で、星さん武器、防具、玉石。はい。で、初級スキル巻物2。で、肉まん大2。はい。で、星さんから星6の武将巻物。肉まん大2。で、金貨800。で、その次は星さんから星6の武将。で、その次が肉まん大。星5、武器、防具、そして玉石。これが大きいですよね。星5の玉石。これ赤出てほしいですね。星4、星6の武将巻物。で、肉まん大2。で、星3、星6の武将巻物。結構小刻みですね。星6、肉まん大2。肉まん結構入るな。手に入りますね。星3から星6の玉石袋。これ、玉石が大事だからね。星3から星6の武将巻物。で、肉まん第2。で、星3から星6の玉石袋。星4から星6の武将巻物。で、肉まん第2。で、星3から星6の玉石袋。玉石出るね。そんなあったっけ？星4から星6の武将巻物。こう見ると結構ありますよね。肉まん第2。星3から星6の玉石袋。はい。最後に星4から星6のイベントの、武将巻物となっております。で、全体報酬はこれまで。で、こっから肉まん第2。で、初級のスキル巻物。で、肉まん第2。で、肉まん第2。あれ？すいません。ずらしてました。星さんの武器、防具、玉石。一個ずつずらしましたね。金貨、600。で、星4の武器、防具、玉石。で、星3から星6の武将巻物と、星1の宝器。宝器はなんで星1なんだろう。金貨、1000。肉まん第2。肉まんが多いのはありがたいね。中級スキル巻物2。で、星4の武器、防具、玉石。で、星3から星6の武将巻物と、宝器2。で、肉まん第5。これがでかい。これがでかい。ほんと、肉まん5はありがたい。そして、武器、防具、玉石の星4。で、肉まん第5。肉まんね、星5、武器、防具、玉石。個人と、なんかもう全体って、なんか、関係あんのかな？ほとんど全体ってすぐクリアしちゃうからね。肉まん第5、エンチャンですね。星3から星6の武将巻物と、星3の宝器箱。で、肉まん第5。で、星5の武器、防具、玉石。星5の玉石結構手に入れますね。で、肉まん第5。肉まん第5。高級スキル、巻物。で、肉まん第5。で、肉まん第5。そして最後に、星3から星6の武将巻物、金となっております。うん。まあ、ちょっと今回しんどかったかな。自分的には結構ね、時間かかっちゃいました。前は4、5日で終わったんですけども、今回はね、もう1週間、10日？もっとか。2週間弱かかっちゃいましたね。うん。まあ、しょうがない。まあ、今回はね、ちょっと時間がなかったっていうのもあります。で、今回、開封していきましょうか。では、まず、星さんの玉石。これ、赤が出てほしい。玉石は赤が出てほしい。青、青、白。まあ、星4からです。やっぱり星4からね。赤が出てほしい。あれ？固まった？あれ？何が出た？今。すいません。お！赤が出てる。赤、オレンジ、青。赤2つ出たのかな？どうなんだろう。まあ、ラッキーですね。赤が出てますね。はい。では、星5。ここも赤が出てほしい。お願いします。さあ、赤よ、来い。あー、白か。白と青か。ちょっときついかな。
はい、まあ仕方ない。では星3から星6の玉石。さあ星6とか出ないかな。はい、残念ながら全部星3です。まあ赤が1個出てますね。そしてこっからちょっとしょぼいの開けていきますね。ほうきで、ほうき、この辺はしょぼいで、ほうき、もう全部餌なんでね。で、防具でしょ。まあこの辺は金期待してないっす。金出てもそんなにいいのないんで。で、星5は後にしよう。武器、武器、武器もいらない。武器も正直いらない。武器。さあ星5、星5の防具。さあ金が出てほしい。あー出ないか。じゃあ星5の武器、金が出てほしい。さあ金、金出ないんですかね。まあいいや、しょうがない。では残り巻物をやっていきましょうか。星さんの武将、金出る確率あるからね。来ないかな。今の俺なら引きそうな感じがする。勘銀兵全力で、星3から6の金品質、これは後だな。一番最後に置いておきます。で、肉まん台こんなにあったっけ。え、むっちゃ増えてる。いいね。では星3から星6の武者巻物7枚パパパッと開けていきましょう。さあ1枚金出てくんないかな。次のやつでもいいから。はい、調量。さあほーい、星5炎症、星4。いや金じゃなくてもいいから星5でよ。星5、巨長、星3、どう。さあおーい、星3。そうそうか、どうですか。5回目、星3か。周囲、星3、どう。あと2回。星3ばっかだな。細分期、あと1、ラスト。はい、星3です。しばし、しばしは嬉しいね。解放に、スキルの解放に使います。では、星4から星6の武将巻物、これもいっちゃいましょう。これもいっちゃいます。さあ星5が出てほしいよ。星5、円、星5、金でもいいよ。星5、宝三条。違うんだよな、金出ないかな。この前視聴者さんに宝三条の金ついたらさすがに怒りますと言われちゃいました。お、ラッキー、星5が出ましたね。ありがとうございます。これは収穫です。はい、ラスト星5。おい、星4か。まあ仕方ない。まあここまでは金一つも出ませんでした。ちょっとこれ開けようか。金一つも出ませんでしたね。出ませんでしたが、最後に、かぶり以外でお願いします。はい、かぶり以外。まあ自分の持ってる武将としましては、持ってないのはね、結構ギガ多いんですよ。ギガもほとんど持ってないんで、ギガ出てほしい。食も、食結構持ってんだよな。まあ5は正直いらないっす。まあ主膳は欲しいかな。主膳ロシクありか。で、まあ、持ってないのがとりあえず出てほしい。まあ、超春夏と、芝生と、東海。まあ、他はね、あとは本当に鎮球、彫刻だけなんで。赤は出てほしくないかな、できれば。赤出た瞬間ちょっとやばいって思っちゃうんで。はい、では最後に、金の武将を引いていきましょう。はい。何が出る？さあ、来い！星3！巨長！お？これ、当たりですよね。巨長って強いっていう噂を聞きました。当たりっすよね。ありがとうございます。よかったー、かぶりじゃなかったー。なんかすごいもかぶりきそうな感じがしたんですよね。最近運が良すぎて、残念ながらかぶりだったっていうパターンだと思いましたが、今回も引きは良かったです。ありがとうございます。最近乗ってます。この調子でね、リクソンのイベント出て、どうせまたガチャ来るんで、その時もね、いい引きできるといいと。いいな。はい。楽しみにしておいてください。はい。本日はここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。はい。
こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとこれからもね、頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよならー。